げていこう。あ、今2人、2名いらっしゃってるかな、4名。早い。でもね、何も言ってくれないので、こっちも何も言わないからね。まあ、意地の付き合い。すいません、動画始まりましたけれども。意地の見せ合いだね。あ、本当に。すいません、何かコメントお願いします。喋らないって言ってますね。ちょっとコメント。コメントしても喋んない。喋んない。ですね。うん。うん、もう待ってます。喋んない。6名いらっしゃってます。 6人いるんだったらもうそろそろ。そうだね、もうそろそろコメントしてくれないと困るね。挨拶も喋りたい。もう喋りたい、ね、挨拶したいですよね、うん、こんばんみー来ました。こんばんみー、こんばんみー、こんばんは。テンション上がりました。やったやった、喋れた。やっと喋れました、ね、何秒で喋れたからね、これね。これ次回からもちゃんとね、巻いて巻いてやっていかないと。始まってすぐにね、コメント。あ、こんばんはーっていう方がいらっしゃいました。長えな、バーミー。ありがとうございます。今日も前日ね、ちょっとなんか今日ご来店された方とかでね、なんか結構見てる方もね、いや本当に多くて、多くてありがとうございます。今日は新宿からですか。え、ああもうそれだから言うまで待って、今だって、え、今日はどこからなんですか。今日は新宿店からお送りします。ありがとうございます。今日は神がね、そう、神がいるから、神がいる。神がいる。新宿店からお送りしますよ。まあ、新宿に来たからにはもう神は調子乗りますよ。もうだってホーム、ホームホーム、だこの間原宿だった時やりづらかったもん。原宿の神があちらにはいたから。そうですね、神対神の、もう大先輩、神対神 VS 神よ。確かに、もう大変だって いなかったじゃん。いなかったですね、走ってました。なんかね、優しさの神がいんのよ。でさ、ジャック汚ねえ神みたいな感じ。お茶10個もらいました。こんばんは、待ってました。ありがとうございます。あね、今日もね、コインはくれていいけどね、今日はね、プロだからちゃんと尺通りの回せるからね、はい、でもコインはちょうだい。じゃあ、早速、行きますかね、はい、じゃあ、今日もね、おすすめのコーディネートを紹介したいと思います。はい、なんかでも今日はあんまりノリ良くないね。なんかコメント、今日元気ないね。どうしたんですか。今15名いらっしゃってますね。おかしい、おかしい、あってないね。今日元気なくない。あれからみんな来て、喋り倒したからみたいな感じですかね。飽きた。飽きた。早い早い。これからなんだけど、まだまだ波に乗ってないんだけどこっち。そうだそうだ。ねえ、ちょっとコメント本当にね。はい、ちょっと。みんなで話そうよ。見てらっしゃる方はいるんですけどね。みんなで話そうよ。おかしいな。今日だってそことこ面白いぜ。そう、もうくれないとね。くれないとやっぱり。私喋らないんで。え、コメントないと、え、どうする。とりあえずもう、あ、そうですね、先に尺が、え、ね、いいよ見せとき。だってコメントくれないんだ。そうじゃない？って言ってます神が。皆さんコメントないとちょっと佐々木コーディネート紹介が、ね、でもいいよ、もう紹介しよう。ちょっとだけコーデを見せちゃった。すみません。今日ね、今日あれじゃないですか、佐々木が得意というか、もう佐々木好みのブランドのね、はい、そうですね、知ってる方はね、なんですけど、バイオレットフェーンのバイオレットフェーンの、いつも新宿に来てたブランド名、いいですね、コーディネート紹介しよう。佐々木ちゃんコーデってきました。佐々木ちゃんコーデ、佐々木ちゃんコーデ、佐々木が作ったよね。佐々木が作ったじゃん。神が、神、ね、いいよもう神は。あ、でも本当にあの私好みの、佐々木好みのコーディネートになってます。バンパイアハンタージャンパースカートになってます。イエーイ。で、ね、もうかわいいです。柄がちょっとわかりますか、グルちょっとここら辺を写してもらうと、まあ名前そのまんまなんですけど、あのなんかバンパイアハンターのね、そのなんかこう道具がこうずらっとずらっと並んでて、なんかさ、あれだよ、日本にはさやっぱないような、ないですね、もう ないですね。ない。こんな、なんかだってこんながっつりね、写って、ニンニクもちゃんとあるんですよ。でなんかホラー感がやっぱあるよね。ニンニクがいた。ニンニク、ニンニクね、ちっちゃいのもここにあるし、ところどころに、あ、そういうですよね、素敵な素敵なプリントがね。可愛くないですか、ニンニク。まあね、バンパイアタイズといえばニンニクですよ、ね、見えますかね、見えますかね、見えますかね。これニンニク、ニンニクです。そう、こんな感じで。でもそんなにニンニク押さなくていいよね。バンパイアハンターとか刺さります、ハート刺さりますよね。でもゴシック好きな人はやっぱ好きだよ。あ、ちゃんとニンニクにも
ニンニクってきました。そこは拾ってくれるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。柄があの日本にないような感じで可愛くて。あとあれだよ、ここよ。肩紐もすっごい可愛いんですよ。ベルトみたいな。ニンニク見えてます。あ、ニンニク。ニンニクちゃんです。ニンニクよかったです。ベルトになってて、これも珍しいですよね、うん、あまりない。私これ最初見たとき興奮しました。まあするよね、可愛すぎると思って。てかもうあれだよね、佐々木はもうさ、ここのブランド本当に好きだよね。好きですね。あのホラーテイストが多いんで、好きだもんね。はい、好きです。これであの肩紐でサイズというか長さが調整できるので、あのサイズ感もね合わせていただけますね、うん、かわいい。そう、ワンピースもね、後ろシャーリングだから。あ、大事ですね。すごいね。そう、楽なり。結構幅広い。広いで。ウエストのところもちょっと一周ゴムがついてるので、サイズ感もゆったり着れますね。使いやすいよね。はい、大好きです。シワにもならないので。でもやっぱ人気だね。ヴァンパイアハンター人気だよね。ヴァイオレットフェーンがもう人気になってきてて、在庫あるうちって感じですよね。そう、今しかもさ、今度やっぱコロナの関係もあって、こう届くまでにも時間かかっちゃうじゃん。めちゃくちゃかかります、ね。めちゃめちゃかかるから、本当にあるうちにゲットした方がいいと思う。ゲットした方がいいですね。まあ、これからならハロウィンコーディネートに良さそう。そう。それで今言おうとした、ハロウィンにぴったりですね。もう分かってる ね。かぼちゃの絵文字。かぼちゃの絵文字。かぼちゃの絵文字。かわいいな。でもハロウィンの時期になりますもんね。でもそう、でもまた、でもさ、今暑くなったと思ったらさ、もうハロウィンのこと考えてんだもんね。早いですよね。なんかさ、あの、丸井さんにさ、セリア入ってんの。はい、あそこでももう今、ハロウィン用品売ってるもんね。もう早いよね。早い。ラン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 ラハロウィンパーティーよかった、わかりました。こんばんはって方いらっしゃいました。あ、こんばんは。あ、でもベールの感じとかもすごいハロウィンっぽくてかわいい、ね、これあのご紹介以前もさせていただいてたんですけど、アトリエピエロの新作のカチューシャで、ローズベールカチューシャです。かわいい。これ前に、あ、前田にしてんの。かわいい。今までにない。そう、さすが神の。そう、あれね、神が作ったの、このコーデ。今までこんな感じで。こんな感じにしたけど、なってたんですけど。やっぱゴシップ調にするときはさ、こうやってさ、ベール前に垂らしちゃうからさ。ね、顔にかぶせて。顔にかぶせて。ちょっとね。怪しげな感じで、かわいい。すごいですね、こう。そうなの。ができるので、すごい。で、ベールもやっぱ長いよね、後ろ。後ろ。うん。がっつりベールできるから。これも段がついてるのいいですよね。可愛いよね、やっぱね。え、でもこの使い方なんか今までなかったので斬新で、めちゃくちゃ。え、褒めてんの？好きな人多い。え、褒めてる。褒めてます。あ、褒めてる。褒めてます。え、だって可愛い。え、マジで？めっちゃ可愛いです。やっぱり？マジで？思った。神。さすが神。ファビラス。黒ベール最高に好きです。でもやっぱこれ可愛い。自分でやっててもこれ可愛いって本当に思った。すごい。神コーデ、さすがです。神コーデ。さすがです。もらってますよ。ありがとう。もうどんどん神調子乗せて。あげていこう。ホームからなんで。あとね、あのね、ベールもそうだし、ここにね、関連付けてね、ピンバッジも、ピンもつけてるの。かわいい。これもヴァンパイアハンターシリーズでね。かわいいですね。でも夏じゃん、暑いじゃん。だから一応半袖の、この間ね、原宿でも紹介したパフスリーブのシャーリングブラウスの方を使ってて。これも楽ちん。でもジャンスカンで合わせやすいんですよね。合わせやすいね、やっぱね。で、ここがなんか、ヴァンパイアハンターって、やっぱこの身頃のところが割と殺風景だから、こういうレースとか、フリルでね、こういう、そう、フォローしてって、華やかなコーディネートにできるように。そうね、まあモラムナストイックのコサージュをポソッと置くだけで、やっぱ腰回りもね華やかになって、まあ、なんかこれ多分あるとないと全然違いますよね。モラムナストイックのコサージュって本当に何か足りない時に使うのにすごい最適で、めちゃくちゃ使い勝手いいですよね、うん、まあ、さすがっていうか、もうかなりお世話になってね、やっぱコーディネート。そうですね、いつもコーディネートで困った時のモラムナストイックで華やかさが足りないとかいいですよね、うん、これもピンとブローチがつけるので、お洋服に今は身でつけてます。
な感じで可愛い。これがワンコーデ目でね。いやぼちぼちあれじゃないの？お値段。お値段、うん、そうですね、大事な。最初に紹介したバイオレットフェーンのヴァンパイアハンタージャンパースカートは、ちょっと段取りやろうよ、みんな言ってんだ、なんでこういう時にどんどん詰めようとすんの、ね、今あの段取り守ってよ、ちゃんと段取りをさ、今さっきまでとなんか言ってたの全然違う。あ、本当だ、今まで、あ、いけない、アドリブ、22名の方が見ていらっしゃいます。22名でも皆さんありがたいね、いつも。そう、なんか本当に Thank you。 ありがとうございます。でもなんか今日ね、ちょっと落ち着いてるよね。なんかみんな、そうですね、今日そう、みんななんか酔ってるの、どうしたの。あ、でも日曜日だから明日から仕事だから嫌なんじゃない、憂鬱なんだよ。憂鬱、じゃあもうこれで盛り上げて、盛り上げていいよ、明日仕事やってるから。お客様からドゥル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 、あ、いけない、ドゥル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 、はい、こちらが税込みで28,640円になりますね。3万切ってる。切ってます。安いよね。はい、クオリティでめっちゃ可愛いです。これ、あとあれですね、今、ベルトがないやつ。あ、そう、ベルトありもあるんですよ、はい、ベルトありもすごい可愛いので、あの、ぜひ一緒に拍手いただいてます。お、小瓶がついてるんですよね。え、可愛いです。ベルトあります、こういう。これベルト付きもありますので、こっちだとね、ちょっと値段は上がっちゃうんだけど、ね、33,339円。どんだけ3が多いんですか。大丈夫ですかね、皆さん。これベルトありとなしで、今回なしでね、今回なしでコーディネートですけど、こっちも通販になってます。お色があと赤もあるので、うん、なかなか多分日本だと見れるのうちくらいで、ね、ピエロくらいだと思うから、ぜひ興味ある方はね、ぜひぜひお願いします。これからハロウィンの、うん、バイトデーはでも本当に今人気、どんどん人気になってきちゃって、結構手に入りづらいブランドになってきちゃってるから、こういう時にゲットしとかないとっていうのは、佐々木いつも買うの大変だから。私はもう、でももう最初に抑えて、ね、最初に抑えて、でもなんだかんださ、数少なく入ってくるとね、まあ、お客様優先になっちゃうからね。なっちゃうので、でも多分早めに抑えた方がいいですよ、皆さん。本当に思う。その時にね、佐々木のこと本当ざまみろと思ってる。じゃあ、ポン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 ちょっと値段紹介していきましょう。はい。上からいきますか。そうだね、今ブローチからでいいね、はい、今度ヴァンパイアハンターのね、はい、このブローチが、2399円、安いですね、うん、ロリータの小物なのに。そうで、モラムーナのね、このコサージュは5390円です。で、まあ、アトリエピエロのローズベールカチューシャ、こちらが、8910円、はい、これこの間もね1万切ってるって言ってね、盛り上がったの。でもこの使い方できるんだったらさらにお得に、お得だと思う、かなりお得、うんうん、でパースリーブシャーリングブラウスが15950円ですね、はい、これもこんだけレース使っててかなり安いよね。あのカジュアルなお洋服と合わせても可愛いので、このクロスが肩紐があるのも可愛いですよね。可愛い。これ肩紐取り外しもできるので、アレンジ全然できます。あります。こんな感じで可愛い、可愛い。じゃあワンコーデ目はとりあえずもう言い尽くしたけど、ご質問とかあれば、あればぜひお待ちしてます。先生、このコーディネートに対するご質問とか特にないですかね。ないです。先ほどの中の2人のやり取りの中の話のところの感想として、ひどい草、かわいそう。草って、佐々木のこと言ったってこと。でもじゃあもうみんなが味方だよね、みんな味方につけて。一件ありました、すみません、ネックレスかっこはてなはどちらなのですか。これはね、ちょっとね、あのね、あのあれなんだよね、あのちょっと海外ものになるんだけど、輸入品ですね。輸入品だからちょっとネックレスアップにするので、ブランド云々ではないんですよね。でもこれ安いよ。安いです、これめっちゃ。これ2200円税込みで。やばいやばい、安い。みんな多分こういうもの。だいたいなくなるよね、このネックレス。あ、黒が綺麗に映らないですね。難しいな。わかりますかね、なんか。映るかな。どうですかね、皆さん見えてますか。まあ、見えなかったらもうベッドマスクみたいな、まあ、見えなかったらちょっとお店来てください。来てください。来てください。まあ、この状況だから来れない人もいるかもしれないけど。あ、まあ、でも来て来て。あ、そのネックレス初めて見た気がしますね。本当ですか。あ、でも
まりこう、でも可愛いですね、安いし。多分全店置いてあると思うんだけど。全店置いてある。でもなんか結構そのネットショップとかに載ってないやつだから、あんまりこうコーディネートで紹介したりとかはしなかったかもしれないです。ありがとうございます。すごく素敵です。ありがとうございます。そういう質問を待ってました。お、ネックレス、やっさん。あ、多分あれですね、沖縄で安いって意味かな。すごい最近沖縄さすごい見てんのすごい見てる。ヤスさんって安いって意味だよね、確かね。え、そうですよね、ネックレスヤスさんって来てる。そうなんですか。沖縄の方が見てること。え、すごい。はいさーい。はいさーい。なんかね、カチャーシーっていう踊りがあるんで、こうやってこういう、ね、その沖縄あいやさっさっさ、わかります、わかります。もう好きで、そう、最近沖縄持ってるみたいな、なんか見ちゃう。なんかね、オレンジレンジ最近すごい聞いてる。オレンジレンジ嫌いなのよ。なるほど。でも今度お店行ったらアクセもいっぱいチェックします。あ、ぜひ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 。こんばんは。ツイキャス重すぎてやっと入れたので録画残しておいてほしいです。そしてすぐ切れてしまいます。あ、じゃあそういう感じでちょっともしかしたらご意見いただけない時もあるのかもしれないですね。あ、なるほど。なんでなんだろう、神がいるから。なるほど、神がいると重くなる。神何ギガだろう。そうかもしれないですね、今日は。じゃあちょっと、もう大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。そうですね、今度お店行ったらアクセもいっぱいチェックしますってことなんで、はい、待ってます。待ってます。じゃあ次はね、じゃあどうしますか。今日は今日の佐々木ロリータ。今日の佐々木です。じゃじゃん、かわいい。タカタカタンタンタカタカタンタンタンタランタンタン。これ何の、何のあれですか。何の音楽ですかそれ。作曲ジャックです。ちょっとどうしていいか分からない。あ、ABEX インターナショナルから来ましたジャックです。今の作曲はどうでしたか。テーマソングに使っていいですよ。はい、ということで、じゃあ今日の佐々木さん、今日も可愛いです。あ、ありがとうございます。いつもシャバンだよ、ね。はい、お笑いコンビって言われてます、ね。え、なんかでも今日ちょっとジャックさんま調子よくないかも。佐々木ちゃん可愛 い。ありがとうございます。今日これ神コーデ、これ神コーデです。神コーデです。拗ねちゃった笑い。子供だったよ。可愛い、拗ねちゃうぞ。これもじゃあ早速、ね、紹介させていただきます。可愛いです。メインが、新作のバリリスのハイネックね、スタンドからで、かぶるね、ごめんね。一緒に言いますか。せーの、ハイネックスタンドからブラウスです。イエーイ、バッチリ揃ってます。意外に揃うよね、なんかドラムローとかめっちゃ揃わないですか。でもなんかポンとか飛ぶタイミング一緒ですよね。結構ね、結構それ以外にも揃ってるのですよね。ある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 。どんだけ好きなんで。好きです。ジャックさんのもの、神。イエーイ、パチ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 、はい、こんばんはっていただいてます。あ、こんばんみ。みんなも好きなんでね。でもこれ、はい、じゃあちょっと戻りましょう。はい、はい、なんか一応テーマ的にはなんかクラシカルのロリータなんだけど、なんかちょっと抑えめっていうか、なんかそのスみたいな、わかる？なんかなんて言うんだろう、ちょっとあのそんなにゴテゴテしてないようなものが作りたくて、そうです。でジャック割と下半身にボリュームつけてのとか好きなのね。ここがスッとしてて、でここがボンみたいな、スタイルが、そう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 、はい、シルエット綺麗になりますよね。そう、そういうのが好きだからちょっとこういったものをコーディネート作りました今日は。可愛いです。やっぱレースもねつけててね、もうこれはもうね、あの録画のやつ見てください。こちらのブラウスに関してはかなり説明します。可愛いです。でもこの間ね、何着てたっけ、ベージュ、この色、ベージュ、前回ベージュだったね。とはだから違う色にしました。はい、いきなりで、いきなりです。実際こう肌も出てるので、こんな感じで。でもこれ本当にボリューム感もね、ここ本当に可愛いよね。可愛いんですよ。あと着やすいよね、楽で涼しいですね、うん、暑いですけど。なんかこういうきなりのものにあのコルセット、カーキ色合わせて、いい、ちょっとクラシカリーにして、でこれね、このね、お土産のリボンがね、あのアイボリーなんですよ。なんでちょっと色味もあって、いいですね。そう、やっぱところどころでそういうところで合わせていくとおしゃれだよね。バランスよく、バランスよくなるから可愛、いですって言ってますよ。そう、あとちょっとこういうね、あの、はい、なんて言うんだろう、なんていうの、ちょっとその、 あの大人っぽいっていうか、でも
そう、あんまりこうなんか可愛らしすぎないようなアクセサリーをこう入れて、ちょっとさりげなくみたいな、そうそうそう、でカメオも入れて、でアクセントでワインレッド持ってくるみたいな感じ。おしゃれ。畳むものもね、ちゃんときなりで合わせて、でこれでもし合わせるんだったら、ジャックのこだわりとしては、うん、足元のオーバーニーとかをちょっとワインカラー入れたりとかすると絶対可愛いと思う。あ、合わせて、合わせて、可愛いですね、うん、すごい。9月後半から活躍しそう、そのトップスキラキラ、可愛い、上品、びっくりマーク。あ、嬉しい嬉しい。そう、使いやすい。ロリータ以外でも結構使えると思うので、いいよね。でコルセットスカートもちょっとバッスルなんで、はい、みんな大好きな後ろがね2箇所バッスルで上がるようになってますね。でダウンフリル見せてちょっとボリュームも出していくとすごい綺麗。あの、ね、やっぱアトリエピロのコルセットスカートってバランスがいいのとシルエットが本当に綺麗だから、なんかそこはもう自信持っちゃう。本当にこのシルエット可愛い、うん、あと生地のこのシャンタン生地使ってるところもすごい、このパリッとした質感がめちゃめちゃ綺麗なんですよね。色合わせの神ですよね。神、てんてんてん、びっくりマーク。そうなの、神ね。あのね、人としておかしいとこいっぱいあるけどコーディネートとかちゃんとやってる。好きなね、ファンが多いですもんね、お客様が。でもコーディネートはやっぱ、でもみんなお客様から拾ってる。お客様がおしゃれだから結構勉強していろいろ組み合わせしてる。そう、だからジャックとコーディネート勝負しよう。勝負しよう。ジャックと勝負って。そう、ジャックと勝負ってことは今まで来たピエロの人みんなと勝負する。でも可愛いです、クラシカルで。ちょっと妻っぽくていいですね。うん、今日はでもちょっとね。はい。いなりで。いなりで合わせて。こんな感じで。ドラムーダの新作の靴下をつけます。あ、そう。だからそのジャックおすすめのさ、あれがあるのよ。あ、おすすめが。オーバーニーがあるのよ。オーバーニーが何か取りに行かれる。になっちゃうんだけどね。これ多分すごい可愛いと思う。絶対可愛いですね。これ多分このコーディネートにこれ合わせたら最強に可愛いと思う。あ、すごい色綺麗。ワインカラー入ってるから多分すごい合うと思うんだよね、うんうんうん、全体的に。いいですね、色味が揃ってるのってかなりコーディネートとして大事なことだってジャック思ってるから大事ですよ。なんかガチャガチャすると気持ち悪くない？下手くそって思われると思うからコーディネート。だって差し色で大事なポイントは掴みつつ、ベースの色はこれっていうのを決めてコーディネート組むとすごく綺麗になるっていうふうに思います。素晴らしいです。そのコーデ今からでも秋口でも合いそうで良き。良き、かわいい、それは神だね。さすが神、かわいい神。神めっちゃ笑ってる。神すごい、神がすごい。こんなに神って感じを連続で見たの久々いや、ね、さらに可愛さが増しますねというご意見いただいております。でもなんかね、みんなもっとおしゃれな方も多分多いからそういうご意見もすごく聞きたいですね。おしゃれな意見もそうですね。ボリュームがでもこっちのコルセットスカートも、まあ、全体的にネットショップで販売しているので、はい、全部うん、ただね、結構少量、コルセットスカートに関してはもう少量しかないです。そうですね、うん、あとこの、やっぱトップスに関してももう色かけ割と始まりそうなくらいなっちゃってるから早めの方がいいかもしれないですね。それこそツイキャス の, そのクーポンが明日までだから後でまた言うけど、で使ってじゃあまず気になるね。じゃあお値段をね、早速じゃあちょっと前ごめんなさいね。はい、ごめんなさい、ね、フルーツバスケットいただきました。ありがとうございます。今日初めてじゃないですか。ありがとうございます。今日でも何も飛ばないね。今日どうしたんだろう。今日お茶とフルーツですかね、今のところ。でもどうなんだろう。今日あれかな。ダイエットかな。飽きてる。飽きられてる。え、怖い。怖い、怖い、怖い。来ました、来ました、フルーツバスケット。なんかもっともらえないと、なんか自分たちの、はい、コンティニューコインバック、人気がなくなったって思っているのすごい不安になるから、はい、フルーツバスケットもう一回もらいました。お客様からのちょっとご意見でポイントの回復を待っている、います。あ、クラッカーもらいました。あ、でもすごくない、泣き上手、泣き上手、めっちゃ飛んでましたよ、泣いて、もう泣いて、ケーキいただきました。あ、
に当たりすぎない。言えば言えばもう。嬉しい。嬉しい。嬉しい。コンティニューコインいただきました。ありがとうございます。ありがとう。震わせて喜んで、ね、すごい響き渡ってる、ね、じゃあプロの方へお知らせで現在24分が経過しております。いけないいけない、じゃあもうすぐ残り5分。あ、じゃあ値段をちょっと、まあ、バルリスのもうこれねハイネックスタンドカラーブラウスはもう何回も言ってるけど、はい、税込みは税込みです。税込みで12,870円です、はいはい、安いです。はい、じゃあピエロのバスルコルセットスカートですね。はい、こちらが25,850円。安いねやっぱね。このボリューム感で。うん。すごい。絶対にチェカ持った方がいいコルセットスカート。ですです。レースフィルヘッドドレスこちらのねきなりちゃんの。こちらが税込みで5,170円。これも安い。全部安い。でもヘドレは本当に。でもねピエロ本当にお財布に優しいから。しかも。10% オフもね、今だったらできれば、やばいと思う。どんな系もね。じゃあね、モラムーナステック、はい、モラムーナステックさんもね、すごくね、お財布リーズナブルでね、まずこれから。このカメオのオリボンですね。オリボンブローチが税込みで1,980円。やばいです、もう値段が。これ本当に人気だから、使い勝手がいい。使い勝手がいい。やっぱ困った時のコーディネートで結構使いやすいから。うんうんうん、お得です。一旦ちょっといいですか。はい、白熊スタンプ、お安い拍手拍手、うさぎデコフレーム、コンティニューコインがあるのにもっと話してください。ピエロは全体的なお勧め親切価格というご意見が今全部。ありがとうございます。どうする。とりあえずコンティニューコインの下りに関してはちょっとだけじゃあちょっと話すけど、なんかいい。もうちょっと土日でさ、今日結構話したんだよね、お客さんと。そう。リアルなね。そう、リアルなこと言うと。話したの。でも話したいよ。皆とも話したい。だからちょっと、その気にさせるための、じゃあコメントください。コメントどんどん待ってます。そう、コメントね。でも本当に神様って感じだよね。でも神なんで。そうだ、神だから何しても許されるから。もう神なんでっていう。結構もうこれで神決定ですよね。こんなに。お客様からもちゃんと神と言ってもらって。ありがとうございます。お茶10個いただきました。ありがとうございます。やっぱ喋るってことだね。ちょっと、でもエンジェルネックレスも言わせて。最後値段だけ。はい。これもね、さっきのブローチと、同じ値段で1,980円。かわいい。これちょっとアンティークっぽくていいよね。はい、使いやすい。ブランドのストイックさん本当に安い。お尻もやめなよ。かわいいお尻。お尻かわいいですよね、うん、私天使のお尻すごい好き。でもかわいいですよね。かわいい。ちょっと見ないでジャックのお尻。でも神のお尻には興味がない。あ、そっか、天使じゃなかった。あ、でもなんかチューさん天使って言ってた。あ、原宿の天使って言ってた。でもあんだけ膨らんでるものが入ってるさ、どこが尻かわかんないね。わかんないです。チェイさんとずっと一緒にいるもんね。いるんで、お客様が優しいです。モラムーナステックさん使いやすくて大好きです。あ、さっきお茶いただくださった方、はい、たくさん話すと喉乾きますから、お茶飲んでください。それでお茶をこう送っていただいたっていう。ありがとうございます。いや、まあ、じゃあ話せってことだよね。ですね。頑張りますか。とりあえずね、今日はね、ここでね、コーディネート自体は、おすすめのコーディネートは、じゃあ、以上ですかね。コーディネートについては何か質問ありますか？はい、ですね、クレスはめっちゃ軽いです。やっぱ大事ですよ。ちょっと重いのかなって思っちゃう人もいると思うんで。尻の話した後にさ、リアルなこと言うなや。お尻も可愛いんで見に来てください。コルセットでお迎えしたいです。キラキラっていう目の方もいらっしゃいます。ぜひぜひぜひ。コルセット可愛いですよ。めっちゃ。あら、コンティニューコインいただきました。喋るところが。でもなんか本当にコメント欲しくて、ちょっとじゃあ明日までなんですよ。なんだっけ、お得なクーポン。明日までなんでその話していいですか。でね、その用紙をね今ね向こうにあるから、ちょっと佐々木さん尺伸ばしててください。はい、あ、じゃあ退任なんか手役を任されたので、あれですかね、今日原宿にも来てくださった方見てますかね。今日すごいいっぱいお客さん来てくださって、原宿にもめっちゃ嬉しかったです。嬉しいですね。あ、でもスカート本当可愛いですって。ね、めっちゃ可愛いです。あ、可愛いので、あ、スカート見てるいいよ、やだ、スカート見てスカート可愛いので、はい、じゃあとりあえずね、一旦ちょっと最後ね、これはやらなきゃいけないことだから。そうですね。はい、じゃあ佐々木さんどうぞ。あ、
はい、じゃもうおなじみのこちらですね。ツイキャスの 10% オフクーポンになります。コードがピエロ TW になります。こちらを、ピエロの全店と、あと通販サイトでご利用いただける 10% オフクーポンになってて、こちらをお見せいただいたり、言っていただいたりすると、店頭では 10% オフ。通販でもコードを入力していただいたら 10% オフとめちゃくちゃお買い得になるクーポンになってます、うん、はい、ただちょっとご予約商品とセット品とセール品は対象外になっちゃうので、そちらだけご了承ください。明日までです。明日までです。日付書いてないの、これ前も言ったけど日付書いてないのよ。ジャックは書いたんだけどね、日付はないです。でも明日まで。明日まで大事。あね、だからね、これは本当に明日来れる方は来た方がいいと思う。うん、店頭の方がいっぱい商品もあります。前回あの小泉さんのアップのスクショでも大丈夫っていう。大丈夫大丈夫。忘れ聞いたんですけども。小泉さんのスクショでもいいんで、でもちょっとポーズどうする？ポーズ、ファビュラスなポーズ作りますか？小泉。わざわざするな。一発で決めてください。これでも大丈夫。これでも大丈夫。これでも大丈夫です。大丈夫ですか皆さん。スクショタイムみたいですけど。これでも大丈夫。クーポンになります。でもこれ多分持ってこない人いたらさ、ただの恥かきですよね。あ、でもあの今日あの見てます原宿店ではお世話になりました。あ、ありがとうございます。今日新宿と原宿行ったぞ。あの方かな。今日使わせていただきました。ございます。あ、今日発送通知が来たので届くの楽しみです。そわそわしてます。店舗には行けないので通販で利用させていただきました。あ、全然もうありがとうございます。嬉しいです。嬉しいですね。でも 通販頼んでる方とこうやって話せるのはいいよね。嬉しいめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。なかなか話せない方もいると思うので、嬉しいです。本当はね、会ったりとかしたいけどね。先日スノブさんのリングとシェグリットのジャボタイを通販で買いました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか昨日も見てくれた方ですかね。なんか毎日来てくださってる方です。嬉しいです。 ありがとうございます。嬉しい。なんか嬉しいね。毎日特典とかやりたくないの？なんか毎日特典。じゃあ毎日見てる方に新宿行きました。アリータ初挑戦します。はい、初挑戦します。今日来たってことだよね。新宿で行きました。あ、分かってるよ。でも名前分かってるけど言えないじゃん。あ、それはよろしくないですね。ダメじゃん。面白いだろツイキャス。面白いだろ。ジャックって面白いんだぞ。すごい。近づいてきましたよ。圧がすごい。うわーっつって。でもジャックマジで最強だと思う。ジャック最強、うん、でも神ですから。神だからやっぱ面白いと思ういやでもジャックさんめちゃくちゃ面白いですよ。すごい嬉しいですね。今日いらっしゃった方を見てくださってるっていうのは。でもしかもその今日来てくださった方、はい、ツイキャスのこと知らなくて、しかもロリータも初めてなんですよ。で初めてなんだけど、なんかそのなんだっけな、ツイキャスのこと話したら、あ、面白そうだから見ますって言ってで早速嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャックの面白さを、ジャックの面白さを解くとご覧あれ。そうですね。さっきも大サービスショットのファビュラスな。そうそう。今日でも佐々木ちょっとつまんないね。え、つまんないですか。今日つまんないね。今日綺麗売りしてるわ。でも、なんか何？その担当、そういう担当。まあ綺麗ですしね。実際。服がね。綺麗&可愛い担当の佐々木。違う佐々木さん、ちょっと決めたことだったんだよ。あれなんですか。だから、はい、あのチーム組んでみんなチーム組んでそうそう、そうと思ったんだ。なんかさ、チームをさみんなやってて、なんかジャックとチエさんはなんかチームアデージョから後半チームチワワになったで大阪チームたこ焼きみたいな感じになってんじゃん。でチームなんだっけ、かわいいチーム、あ、本当何様って感じだけど、あ、ちょっと私も震えちゃった、ごめんなさい。でどうする、どうします、なんかこれもういい、スクショ撮ったよね。もう持ってるの疲れたから置いていい。いいですか。大丈夫です。大丈夫ですね。ありがとうございます。チーム何、チーム何にします。皆さんからのご意見も、ね、どしどし。いや、ジャックさんへのご意見がすごいいいですよ。購入に迷ったらジャックさんに相談すると安心しますね。おお、すごい嬉しい。ありがとうございます。私もジャックさんに勧められたのきっかけで沼ったからな。すごくないですか。サクサクサッと沼ったから、言い方、言い方
沼ったでも嬉しいね。さすが嬉しい。でも自信持ってるから、だって自分が勧める方が自信なかったらさ。マーラーのヘドレボジャックさんに勧められたのがピエロ沼の始まりです。すごいジャックさん。なんで、あのその後に天使のマーク、亡くなられた天使のマークがこうパーって笑顔の天使が沼に入ったよ、沼に入ったよって。いやでもありがたい、すごい。もうえでも大事でしょ。だってジャック自信持ってないショップ店員に絶対に勧められたくないの。そうですよね。ジャックさん自信に満ち溢れて、自信に満ち溢れて、だからジャックお客さんの時はすっごい態度悪い。態度悪い。ちょっと、基本的に接客しないでと思ってる。自分が一番面白いと思ってるから。あでもやっぱあの見てくださってる方いて、だ調子悪くて止まりながら見てます。あお二人とも頑張って。ありがとう。でつうかチームどうしよう。チームチーム。ジャックさん本当に有名人なのですね。いや全然有名人じゃないんだよ。いや有名人ではない。有名人ではない。みんなで勘違いしてるけど有名人ではない。ただキャラが濃いだけ。有名そう濃いよね。で自分をなんかみんな知ってるでしょみたいな感じでやってるからそう見えるかもしれないけど実際そんなに知られてない。怖い怖い。すごいよね。いやもうあの本当初見で忘れられない。そうだよね。そう佐々木も昔ジャックのお客さんだったの。そうですそうです。はい。ね、これは知られざる秘話ですね。秘話秘話。しかもその時にね、なんかこう、そうですそうです。そう、その時に誘ったのジャックは普通にうちで働いてよって。でひょいって入りました。それでそう連絡先ね交換してね。そうですね。あれそうだよ、ね、あれからだもんね。でもそれはジャックさんだけではなく佐々木さんにもあったみたいです。ちなみに佐々木さんにはリフさんのワンピを勧められて買いました。あ沼に入っていらっしゃる方です。ありがとうございます。佐々木沼もいて嬉しいです。沼佐々木、沼佐々木。あとは小泉さんに対してキャラはほんと濃い。褒めてる。あれでいいじゃん。じゃあチーム沼、あチーム沼、チーム沼、チーム沼、どうどう沼どうですか。沼チーム沼で、チーム沼、沼にねどんどん、沼にどんどん、ピエロに引きずって、こいよこいよこいよ、ピエロ楽しいですからね。楽しい。ネットもいっぱいあるし、うん、うん、なんかそのいろんなものがあるからさ、うんうん、いろんなコーディネート楽しめますよね。いろんなコーディネート楽しめる。チーム沼最高。あ最高。あチーム沼で大丈夫です。じゃあ今日からあの僕らはチーム沼で。お願いします。これ会社的に OK なの。大丈夫、会社的に大丈夫ですか。クラッカーもらいました。チーム沼、チーム沼、クラッカー。あいいね、2人とも沼に沈めるのうまいし。あ沈めるって意味なんですねこれは。でも言い方だよ、言い方、言い方。それは人よりちょっと好きかもしれない、人よりちょっと好きかもしれないけど、あでも一応その2人とも沼に沈めるのうまいしキラキラっていう、キラキラだ。じゃあいいねい、あチーム沼音符フルーツバスケットいただきました。あ、ありがとうございます。え、ね、すごいね。じゃあチーム沼でいいね。チーム沼 チーム沼でやらせていただきますから。はい、決まってよかったですね。はいね、じゃあチーム M も決まったことだしね、もうそろそろねちょっとねいい、もうあと何かあります。なんかフルーツバスケットいただきました。あ、ありがとうございます。特にでも質問とかなさそうですかね。じゃあ今日はこの辺でいいんじゃないですかね。日曜日で明日お仕事の方もいらっしゃいますし、やっぱね、だって今9時過ぎくらい、あそうですかね、でしょ、多分9時過ぎくらいってさ、大体フルーツバスケットいただきました。ありがとうございます。みんな聞いてよ、聞いて、沼の人に聞いて、聞いてよ。9時くらいって大体さ、なんか見たいテレビ出てくるじゃん。日曜洋画劇場だとさ。ない？そうですね。ありましたね、そんなのもね。そうそうそう。だいたい今、この辺で締めるのがちょうどいいんじゃないですか？いいかも。はい、ちょっとあのすいません、質問が来ました。はい、クラッカーの後に、来月からは気まぐれ配信でしょうか？来月からの配信のスケジュールが気になってらっしゃる方がいらっしゃいます。来月からの配信に関しては、うんうん、まだね、未定なんですよ。なんかその、どのくらいの天気でやるかっていうのは、8月はやっぱそのクーポンのねこともあるし、あの皆さん初めてってことで、まあ等しくていろいろこうやってるけど、連日やらせていただいてるんですけど、9月になってからはちょっとまだあのわからないので、まあちょっとあのツイッターとか見ていただいて、その上で今日やりますとかっていう風な形でね、もしその何曜日かは、曜日とか設定するかもわからないので、まあ、ツイッター見ててほしい。ただ、なくなることはない。そうですね。うん。配信しなくなることはないです。一応、今の段階では。はい、ただ、皆様が見なくなったりとか、コメントくれなくなったりとか、コインくれないとか、そういうことがあったらやめます。あ、
やばい。ああ、早口になっちゃった。もう一回言った方がいいです。聞き取れない人皆様が。はい、大丈夫です。ありがとうございます。今日もお疲れ様でした。楽しかったです。ああ、嬉しい。ぜひ、またやってください。楽しみにしてるんで。あ、でも、じゃあやるよね。それはやりますよ。今日もありがとうございました。ありがとう、ありがとう。お店にも来てくれた方が見てるということで、ね、嬉しいです。なんかお店に来た時にどんどんツイキャスも見てますとか言ってくれるとすごく嬉しいので、励みにもなるので、あ、見たいのでスタンプ見つぎます。びっくりマーク。お疲れ様です。ありがとうございます。というご意見いただいております。じゃあもうこんな感じでね、とりあえず、あ、でも安心してください、やらないとかってジャック、うん、その言ったけどやるから大丈夫。あ、やります、やります、やります。皆様が見てる限りやります、やります、お願いします。はい、なんでこれからもじゃあ応援よろしくお願いします。で今日はこの辺でいいかな。パスギなんかある？あ、原宿店にもぜひ遊びに来てください。あ、新宿店にもぜひ遊びに来てください。あのジャックさんのあのスクショ、うん、お客さんがすごい見せてくる。なんで？暇ね。暇ね。あ、かっこいいですもんね。かっこいいか多分。絶対思ってない。絶対思ってない。いいね、残したくなって。あ、そういうこと。今日の配信見てた方、ほんといいですよね、あのファビュラスなジャックさん。あれレアだよ。あれ待ち受けにするとお金貯まるよ。あ、だって神だもん。いいですね、ちょっとじゃあ、うん、待ち受けにして。考えます。お願いします。で、こんな感じで。じでもう大丈夫？もう大丈夫。もうジャックも大丈夫。はい、じゃあ、今後とも、はい、ぜひね、よろしくお願いします。今日はじゃあ、こんな感じで、はい、バイミー。